やる気、元気、たまき。霊感太郎とのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。今日はまず、もう、しょっぱなから冒頭からお詫び申し上げます。先日、アップしました。もしもこの人が都知事になったらシリーズの小野泰輔さんですけれども、私が生年月日を間違えてここに書いてしまいまして、その結果、カバラ数秘術の数字、本質の数が、本来9であるものを3としてしまって、それが、間違っておりましたことを本当にお詫びします。その間違った動画は、今、削除というか、見れないようにはしてるんですけれども、ご指摘たくさんいただきまして、ね、選挙活動をね、命を懸けてやっている方に対して失礼だというお叱りの言葉をいただきました。本当にその通りだと思いまして、ね、たまに間違えるんです。足し算間違えちゃったり、まあ、あってはちょっとあってはならないんですけれど、グループとかを一気にザーってやるときとか、たまに計算間違いとかしちゃったり、確認もするんだけど、それでも間違っちゃったりするんですけれど、今回はね、ホワイトボードに書き写すときに、7月20ってこう言ってたのが多分途中で、じゃない、4月20って言ってたのが途中で7月に変換されちゃって、こう書く、その1秒か2秒ぐらいの間に、4月20日を7月20日って書いてしまって、その結果ね、本来9っていう優しいリーダータイプ、まあ、優柔不断さとかもあるけれど、人の心とかをよく汲み取ることができるバランスの取れたリーダータイプだよっていう本来の本質なんですけれども、で、外はまあ、優しいね、それは間違ってない、同じなんですけど、それを本質が3、良くも悪くも子供っていう、もう全然違う、キュートさん全然違うタイプよりによって、うん。なんか6と2とかなんか似たような性質だったらまだ良かった。良くもないけど。うん。だけど、9と3はあまりにも違うよな。確かにと思って。今こうして、このカバラ数秘術のところは正解はこっちですっていうのを取り直しております。はい。なので、本質、小野泰輔さんの本当の性質はリーダー向きです。前回3だから3と2両方どっちもリーダーっぽい性質は持ってないねって言っちゃったんですけれども、リーダーの素質資質は持っております。本当にお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。で、間違えたのはこのカバラ数秘術のところで、その後にタロットカードでもし都知事になったら東京がどうなるかっていうのあるでしょ。あれはあのまま生きてるんですよ。誕生日関係ないので、タロットカード。誕生日を見てこの人物だよって自分の中でやるわけではなくて、なのでタロットカードはタロットカードのまま、この後にスポッとはめて編集し直します。で、そっちのホワイトボードに書かれてる誕生日がちょっと間違ってるので、こう線引くなり消すなりちょっとしておきますが、タロットカードはね、何度も同じことを占ってはいけないので、そうなんです。状況がよっぽど変わったら、まあそれは占ってもいいけれど、通常ね、3ヶ月、半年、1年くらい先のことまで見ているので、何回も何回も同じことを占うとカードに怒られるんですね。ちゃんとカードの話を聞きなさい、真剣に聞きなさいと。なので、タロット占いの結果は前回のがそのまま生きてるので、そのままくっつけて、この後お送りします。ということで、ご理解のほどよろしくお願いします。では、前回のタロット占いをこの後に貼り付けます。本当に、小野さん、見てないと思うけど、万が一見てらっしゃったら、そして支援者の皆様、支援している方々とか、投票に参考にしようかと見てくださった方々がもしいらっしゃったら、本当にお詫び申し上げます。はい。
校です。はい、ということで、では一旦ここで切れて前回のタロットカードを貼ります。では、今日のお題はじゃん、小野泰輔さんです。はい、東京都知事選に出馬するということでですね、維新の会、維新の会だっけ、日本維新の会、これってさ、日本維新の会、日本維新の会でいいの、うん、の推薦をいただいて、無所属で出るのかな、うん、でね、熊本の副知事をやってたんだよね。だけど出身は東京の目黒なのか。幼少期に兵庫県明石市などに居住した後、1983年に小平市、うん、生まれたのは目黒区なんだ。で、東大の法学部を出てるんだね。46歳。ということで、まずカバラス、そう、ちょっと待って。でですね、どういう公約、公約まではいかないのかな？2020年東京都知事選挙への出馬に際し、公表した主要政策では、コロナ禍の困難を乗り切る。コロナに負けず持続的に成長する新しい東京を創造する。財政危機を乗り越えるための徹底した 行財政改革。誰もが安心安全で心安らかに暮らせる東京への4本を柱とすると同時に、身を切る改革として自身の知事報酬、期末手当、退職金を一律 50% カットすることを挙げた。そして、東京五輪パラリンピックについて、感染症対応への時間を確保しながら、より安全な形で開催するため、2024年への延期も視野に再交渉していく。それは無理なんじゃないの？2024年って、だって次の開催都市決まってんのに、2024年はちょっと無理だと思うけど、はい。ということで、小野泰輔さんが、もしも東京知事に、都知事になったら東京はどうなるのか、救われるのか、そういうところを見ていきます。緊張の瞬間ですね、いつも。はい。ズバッと出ました。うん、結論から言うと、あんまりよろしくないかなっていうのは、まず都知事になって、もしもなった瞬間は非常に明るいです。でもね、背景はアンラッキーとかタイミングが合わないとか、不幸の始まりみたいな、ちょっとそういう良くない背景はあるんだけど、なった瞬間は非常に明るい、もう雲がこうなくなり、太陽がパーッと出るような明るい東京の雰囲気になるかな。で、小野さんの顕在意識、目標を持って自分はそれをやっていくぞみたいな強い信念のもとに頑張るっていう顕在意識。そして潜在意識は女強行なので、こう、ずる賢く計算をして、ね、奥の方で。そうね、賢いんでしょうね。何か着々と計画しそうですよ。で、都知事になって数ヶ月後とか半年後とかは戦車なので、目標に向かってずんずん順調に進んでいっている姿が見えます。でもね、立場が良くないんだな。なんだろう。立場がね、タワーの逆なので、必然的な崩壊とか、必要とされる崩壊とか、なんかアクシデントとか、そういうものを背景、何かが壊れてるっていうのを背景にして釣り人なので、長期的に努力とか我慢とかして、その上でやっと報われるみたいな、かなり苦労している立場ではあります。で、周りがどう思っているか、環境ね、小野さんを取り巻く環境が、ジャッジメント、審判の逆なので、環境としては良くないかな。なんか、協力してくれないとか、成果を認めてくれないとか、なんでしょうね、この取り巻きが悪いみたいな感じ。で、可能性。小野さんが知事になったら可能性。月。なので、不安とか混沌ですね。ちょっとどうしていいかわからなくなってしまう。悩んでしまう。行き詰まってしまう。なんか行くべき道がちょっとどっちなんだか、もうわかんなくなってしまうみたいな、
迷いみたいな、迷子になっちゃうみたいな、そういう可能性は持っています。で、最終結論があんまりよろしくなくて、女帝の逆なんですね。女帝の逆、女帝の逆をそのままの意味で解釈すると、おごってしまうとか、自信を持ちすぎてこう失敗するとか、わがままになっちゃう。これは貢がれるような、こう愛らしい愛される女性なんですね。それが逆になると傲慢になって、わがままになってみたいな。なので、こう私利私欲に走ってしまう。なんか自分の報酬をカットするとか言ってたけど、ちょっと欲望が出ちゃいそうな結果かな。もしくは女帝っぽい人の存在によって、なんか悪いことになるとか、なんかとにかくあんまり良くない結果だった最終結論。どうしたらいいかとか、注意点は世界。世界はね、こう何かが、物事が完成しているとか、集大成なんですね。だから自分の集大成をここで表しなさいとか、自分を完成させるためにこういうもっと勉強しなさいということかもしれないし、もしくはなんかこれが逆だとすると注意点になって、なんか成長がなくなるっていうこととか、現状に満足してしまうっていうことに注意してねっていうことです。うん、そうね。当選の確率とかどうなんでしょうね、今現在見るとね。小野さん、当選しそうですか？今、6月16日時点でどんな感じでしょう？月、不安だね。ちょっと不安です。確実に当選みたいな、ちょっと明るい感じじゃない。どうしたらいいか、マジシャン。アイデアを出しなさい、もっと。で、コミュニケーションをいっぱい取りなさいっていうことですね。言葉、これ言葉でのこう、コミュニケーションがうまいとか、言葉巧みとか、アイデアがこう、冴えてるとか、ね、そういう感じなんですね。今もなんか街頭演説とかしてコミュニケーションを図ってるようだけども、もっとなんか画期的なアイデアでね、例えばネットとか使ってね、支持者とこうやり取りしたり、なんかアイデア使ってコミュニケーションを図っていくといいかなと思います。はい、では以上になります。小野泰輔さんについて、もしも知事になったらどうなるのかでした。もしもシリーズでした。では、じゃんけんいくよー。玉置じゃんけん、じゃんけん、ぽい。グーなのでパーの人の勝ちです。じゃあねー。